王冠を排した新型クラウンベルファイア初公開。トヨタは2023年6月21日、クラウンクロスオーバーの中国使用者クラウンスポーツクロスと新型ベルファイアの中国使用者クラウンベルファイア投入を発表しました。中国におけるアルファードベルファイア事情は、 一体どのようなものなのでしょうか。アルファードは2002年にトヨタの最上級ミニバンとして登場。そして2008年には2代目へ移行すると、同時に兄弟車ベルファイアも投入されました。2015年に登場した3代目モデルを置き換えるのが、この度発表された4代目モデルとなります。 中国では2010年より正規輸入が始まりましたが、それ以前より並行輸入車として少数ながら市場に出回っていました。香港や台湾の映画スターなどがアルファードを愛用していることで注目を浴び、また当時はライバルとなる車種が少なかったために人気は徐々に上昇。それを受けてトヨタが正式に販売する形となりました。一方、 ベルファイアは兄弟車に遅れること9年、2019年にようやく中国に上陸しました。アルファードは後期トヨタが販売するのに対し、ベルファイアを担当するのは一期トヨタと、それぞれ別々の合弁会社から販売する形式をとっています。ただ、アルファードのネームバリューがあまりにも、大きすぎるがゆえにベルファイアは、 注目されず、販売も伸び悩んでいました。そうした状況の中、2021年にはベルファイアを、クラウンベルファイアへと解消してマイナーチェンジを行います。それでも同じ価格帯のアルファード、そしてより上級のポジションに君臨する2019年登場の、レクサス LM 仙台モデルに板挟にされていることには変わりなく、 高級ミニバン市場におけるプレゼンスを発揮できずにいました。このような事情もあり、中国では新型アルファードよりも、先に新型ベルファイアが発表されたのではないかとの声も見受けられます。中国における高級ミニバン市場はここに、3年で多くの新モデルが中国メーカーよりリリースされており、競争は加熱の一途をたどっています。 登場当初よりもライバル車種の数が何倍にも増えた現状を鑑みると、トヨタがアルファードとベルファイアの二刀流で、ライバルを迎え撃ちたいと思うことは当然でしょう。新しくなったベルファイアは専用サスペンションや、装備でアルファードとの差別化が明確に図られており、これによって中国において、 今まで立ち位置が曖昧だった状況も解消されることとなるでしょう。また、新型アルファード、ベルファイアのパワートレインは現時点でガソリン車。前車が 2AR、FE 型2.5リッター直列4気筒。後車が T24A、FTS 型2.4リッター直列4気筒ターボット。ハイブリッド車、両車ともに A25A。 FXS 型 2.5L 直列4気筒のみですが、今後はプラグインハイブリッド、フェーモデルも投入予定としています。これは電気自動車、BEV やプラグインハイブリッド車の高級ミニバンが中国で、対等していることへのトヨタのアンサーと解釈できます。中国では2000万円超えか ?1 年残価率、 122.96%ってどういうこと中国向け新型クラウンベルファイアは現時点でハイブリッドのみ。グレードは89万9000元、放火換算約1773万7000円の。子孫版と99000元約1793万4000円の。子孫行政版を基本としています。 先代モデルが83万9000元、約1655万4000円から、販売されていたことを考慮すると少しの値上げとなっていますが、先代と比べてコンセプトが明確になったことで、中国でもより売りやすくなることでしょう。ただ、これはあくまでメーカー希望小売価格の話で、 実際に購入者が支払う額はこれよりも大幅に高くなります。優先的に納車を希望する人はさらに多くの金額を払い、その額は100万元、約2000万円を超えることも珍しくはありません。また、リセールバリューも非常に優れており、アルファードの5年後残価率は87.84%、ベルファイアでも、 71.83%と中国の中古車掲載サイト、二手車の家で紹介されています。ちなみにアルファードの1年後残価率は12、122.96%という驚異的な数字になっていますが、これは未登録新古車が150万元、約3000万円近い値段で販売されていることに起因します。アルファード、 ベルファイアは、輸入車であることに加えて超人気モデルでもあるので、すぐに手に入れたいという人にとって、未登録新古車が最良な選択肢となるわけなのです。中国では後期、HQ9 や G カー、009、トランプチ、M8 などに、代表される中国メーカーの大型ミニバンがここに3年で急増しました。 これらの車種はアルファード、ベルファイアの3分の2から半分ほどの価格設定で競争力を高めており、もはやアルファード、ベルファイア1強の時代は過去のものとなっています。それでもアルファード、ベルファイアを求める声は依然として根強く、そういった使名外相と、それ以外の層へどのようにアピールしていくかが肝心となります。 また、中国向けの新型アルファードは現時点で発表されていませんが、クラウンベルファイアと同様に投入されることは確実でしょう。個人的には、アルファードの販売を担当する後期トヨタのお膝元で、2023年11月に開催される公衆モーターショー2023で、何らかの発表があるのではないかと予想します。 高級ミニバン戦国時代とも言える中国市場で、新世代のアルファード、ベルファイアがどのように受け入れられるか注目です。